鹿島アントラーズは6月1日、J1 リーグ第17節で横浜 F、マリノスを3対2で下し、4連勝を飾った。先手を許しながら後半に3得点を挙げて逆転勝利を挙げた中、29歳の FW 知念系が見せた圧巻のボールダッシュシーンが話題に、横浜 FM スケットとのマッチアップシーンに、なんてプレイだすごすぎる。 痺れたと反響の声が寄せられた。鹿島は国立競技場で迎えた横浜 FM とのホームゲームで前半10分、相手 FW アンデルソン・ロペスに先制点を許すも、前節まで7戦負けなしと上昇ムードの勢いはこの日も続いた。後半12分、エース FW 鈴木優馬が左足で同点弾を叩き込むと、 同29分に右サイドバックの能の君とその10分後には関川育馬がセットプレーからゴールネットを揺らした終盤に1点を返されたものの鹿島は3対2で逆転勝ち4連勝を飾ったこの試合では得点シーンだけではなく1対1の同点に追いついた後に知念が見せたボールダッシュシーンもひときわ注目を集めた 横浜 FM の攻撃を受けた中で、右サイドでボールを持った FW ヤンマテウスに対し、ゆっくりと近寄る。すると、ボールの奪いどころをいち早く判断した知念は間合いを一気に詰めて、左足一本でボールをダッシュ。ヤンマテウスがピッチに転倒したのを尻目に、ボールを前に持ち運んで見せたこの場面を、鹿島の公式 X、Twitter が動画としてアップすると大きな反響を呼んだ。本職が FW の知念はランコポポビッチ新体制で迎えた今季ボランチへコンバート。不慣れなポジションながらも次第に守備も板につき今やボランチ知念がすっかり定着した。J リーグ公式 JStats ではデュエル勝利数でトップ数値685月30日時点。 を記録しており、守備力をマスターしつつある状況だ。この試合で披露したボールダッシュには、なんてプレイだすごすぎる、守備で客を呼べるレベル。本当にヤバすぎる、これほんと痺れた、J リーグナンバーワンボールハンター。一瞬で狩り完了。などの反応が寄せられ、ボランチ転校一年目ながらも驚異的な進化を見せた知念の姿に、 改めて驚きの声が広がっていた。